ペペ三毛山は北海道の東大雪南部に広がり、鹿追町と上士幌町とにまたがる標高1848メートルの火山です。ウペペ三毛とはアイヌ語で、雪解け水を出してくるという意味だそうです。町領部は東西2キロに及び、西側からウペペ三毛西方、ウペペ三毛、ぬかびら富士で構成されます。山頂からは北側に秋峰ニベソツ山をはじめ、雌阿寒岳、表大雪、十勝連峰、石狩連峰、ぬかびら湖、然別湖と360度の大展望が広がります。はい、おはようございます。現在朝の5時ですね。今日はですね、日本200名山でもある、北海道はね、道東にありますね、ウペペ三毛山に登りたいと思います。今ですね、林道から、数キロほどね、入ったところにね、車を止めて、今スタートしたところですけども、今日は最初にぬかびら富士に上がってですね、そのまま長い稜線歩きをね、2キロほどできればしたいなと思ってます。で、本峰のウペペ三毛山で、一番端はですね、西峰ということで、頑張ってね、長い稜線歩きになりますけど、天気も良さそうなんでね、いい眺めが見れると期待して、頑張っていきたいと思います。では行ってきます。あ、これも置けたんだ。はい、スタートからですね、200メートルぐらい上に林道を登ってきたんですけど、このロープを張っているところがですね、短縮コースの入り口ということで、今、上から来た人にね、道を教えていただきました。ありがたかったですね。あのまま林道を歩いたら、林道コースでえらい遠回りするところでした。さあ、ここから、入っていきたいと思います。はい、最初の塗装ですね。すぐに入って川渡ります。よし、おお、危ない危ない。その木の上気をつけてね、滑るわ。チンしないでよ。あとね、こんな塗装があともう1回か2回ぐらいあるみたいなんでね、安全に行きたいなと思います。
はい。現在6時11分ですね。三宿コースをね、ずっと歩いてきて、今、上の方のね、林道に出ました。まあさすがにね、林道っても、もう草、やぶの中なんで、まあさすがにここまでは車で上がってこれないですね。さあ、ここから、しばらく行って、本格的な登山道に入るんじゃないかなと思います。はい、まだまだ頑張っていきたいと思います。あ、ここに地図があるんだ。これが入り口？あ、もうすぐ入り口がありましたね。ここ山系ね。ここから最初に上がるのが、このぬかびら富士。はい、今現在時刻6時46分になりました。さ、ちょっと前ぐらいにね、標高1050m ぐらいのところまで、ね、上がってきてから、かなりね、斜面が緩やかになりました。地図で確認したらですね、1150m ぐらいまではね、これから緩やかに、登っていってですね、そこからまた急登が始まって、約 1400m のね、尾根までね、一気に上がるようなね、登山道になっているということですね。そうすると、あと、もう少しでね、一番最初のピークの、ぬかびら富士のね、姿が見えるんじゃないかなと、期待していきたいと思います。では、頑張っていきます。見た。行こう。はい。現在時刻7時35分になりました。今ね、標高で言うと1400メートルのね、ピークまでね、上がってきました。これからね、ぬかびら富士に向かってまた、一度下るんですかね。はい、これ。見ますかね、ぬかびら富士に向かって、また一旦少し降りてね、また登り返しという形になるんですけど、頑張ってね、行きたいと思います。さあ、もうすぐ中平富士のね、山頂に到着する模様です。はい、中平富士8時30分ちょうど。はい、はい、8時30分到着したのはね、中平富士じゃなかったですね。標高で今1612m ぐらいのところにね、ピークに1回上がってきました。ここからね、気持ちいい路線歩きができて、実はぬかびら富士はこの先の、あの一番高いところ、ここがぬかびら富士。今ね、こっちに、西の方に見えてるのはね、十勝連峰ですね。右から奥多摩地形、大きい山がね、美瑛富士、美瑛岳、萩山になってるのがね、十勝岳ですね。それでずっと来て、富良野岳とね、ずっと続いてます。札幌ならこの辺遠いよね。こっちはね、日高の山がね、ずっと、今日はずっと快晴ですね。よく見えてます。帯広の方面はね、町が雲海が取れましたね。ワンクッションかなと。
よし、行こう。はい、8時38分。小休止したんでね、これから尾根歩いてね、今度こそ本当ね、ぬかびら富士。すっかり騙されて初めて来たってのは怖いですね。地図も見ないで、適当なことを言うもんじゃないですね。今のは渡辺君の方が正しかった。そうそうそう。もうてっきりここはぬかびら富士だと思って残したから、一瞬膝抜けそうになった。だってさ、ないなと思ってさ、山の。そう。はい、結構ね、ハイマツの中だけど背丈よりちょっと低いんでね、気持ちいい稜線歩きですね。今までのね、急登登ってきたのとはもう大違いでね、風も気持ちいいし、目の前にね、向かうぬかびら富士が見えてるんで気持ちよくね、歩けますね。天気も良くて最高の稜線歩きですね。はい、まだまだ頑張ります。ちょっとね、ハイマツの根っこがね、足元ちょっと危ないですけど、まあ、比較的しっかりと残土がねついてるんで、足元さえ気をつければね、そんなに大変な骨歩きじゃないですね。はい、もうちょっと頑張ります。はい、着いた。はい、ぬかびら富士。今度はね、はい、1834.6m ですね。わあ、すごい。はい、現在時刻10時2分になりました。今ぬかびら富士山頂からね、今度はペペ山系山頂に向かってね、歩いていきたいと思います。コースタイムで行くとね、約40分ぐらいのね、行程なんですけど、はい、またね、骨歩き楽しんでいきたいと思います。結構ね、ここね、細いね。まあ、崖っぷちじゃないから怖いことはないけど、そんなに。高度感ね、ちょうど楽しめるぐらいがいいですね。いやー、それにしてもすごい。いや、本当にいい天気の日に登れました。あ、すごい、360度。本当大パノラマですね。さあ、また頑張って気をつけていきたいと思います。今ですね、ぬかびら富士から出発して、まあ12分ぐらいですけど、
今ね、イペペ山系に向かって今一回降りてますね。結構な急な下りを下ってまた登り返しという感じです。またここね、帰りはここは今度登り返しになるんでね、ちょっと大変ですけど、はい、また頑張って引き続き頑張っていきます。はい、今ですね、ムタブラ富士10時2分にスタートしてから30分経ちました。一つね、ピーク越えてきたんですけど、まだね、小さいピークをね、巻きながら、もうちょっとね、ペペ山系の山頂はね、先ですね。まあ、コースタイム40分なんですけど、ちょっと40分きついかなっていう感じですね。ただ、ほんとね、稜線に出るたびにね、気持ちいい風が吹いて、すごく気持ちいい、量産力ができてます。隣はね、もう本当に二ペソツがすごい、こっちから見る二ペソツのね、あと石狩岳二ペの耳も見えてますよね。ずっとすごい景色です。こっちからの二ペもね、ものすごいかっこいいですね。でその奥はこれトムラウシが見えてるんですかね。これね、正面大雪のね、方向も見えてます。さあ、もうちょっとね、ペペ山系到着するんで、頑張りたいと思います。よいしょ。はい。やっとね、目的地10時50分。はい、ペペ山系山頂着きました。はい、こんにちは。10時55分になりました。とりあえずね、荷物を大きいの、ペペの山頂にね、デポして、これから西方に向かいます。一人ね、メンバー、疲れたんでね、山頂の方で、ね、お留守番してもらって、ではね、やっぱ3人に行きたいと思います。よし。すごいね。本当にさっきから何回行ったか分かんないぐらい、ね、東大雪の山々がね、綺麗で、でね、その奥にはね、こっち側から見るトムラウシ、大雪もいいですね。あ、中別が見えてきた。これ二ペソツね。これ、この左にね、中別が見えてますね。で、雲の中に隠れてるのが、トムラウシですね。今ね、正面、西方がね、見えてます。人がね、二人ぐらいいて。さあ、もうね、すぐ近くなんでね、頑張ります。いや、これね、結構、ハイマツが、ペペ。いけ。さあ、着きました。おお、最後に、ハイマツの洗礼を受けて。はい。はい、ウクペ山系西方に着きましたね。これ、看板下に置いてあるけどね。ああ、一番突端まで来れました。無事に。ああ、すごい。あーすごいね、大雪から。またこっちに来たら来たでね、ちょっとね、
少し眺めが変わって綺麗ですね。さあもうちょっと、はい、お疲れ様。はい、そしたらね、今日ね、無事に西穂までね、折れました。最後はね、ハイマツ結構大変だったですけど、これからね、また来た道をね、ずっと戻んなきゃいけないんで、長い時間かかるんでね、安全に下に降りたいと思います。はい、今帰り道ですけどね。いやー、ぬかびら湖も青くて綺麗だね。左左両方うん。はい、12時34分ですね。ウペ山からね、ぬかびら富士まで戻ってきました。しかり別湖、はい、ここまで来るとね、しかり別湖ね、人同じでよく見えるんですね。さあこれからこうずっとね、こうずっと降りてって、この尾根を歩いてこの辺の尾根だったからですかね、下に降ります。さあ帰りはね、また今度は急な坂道をね、登山道をね、降りていかなきゃいけないんで、ちょっと名残惜しいですけどね、帰りたいと思います。はい、途中でね、今撮ってますけど、これね、ラウシュベツがほとんど沈みそうですけど、見てますね。ちょっと遠くてね、動画で映ってるかどうかわかんないんですけど、寄っても多分見れないと思うんで、つけてください。楽しみつつあります。じゃあ、また、見ていきます。